キリストの景観は、イタリアのバロック期の巨匠、ミケランジェロ・メリーズ・ダ・カラバジョによる絵画である。おそらく1602年、または1604年か1607年頃に、制作された。現在、ウィーンにある美術史美術館に所蔵されている。1809年に、ローマで、オーストリア帝国大使であった、ルートビヒホン・デボゼルター男爵によって購入されたが、1816年まで、 ウィーンには到着しなかった。カラバジョの電気作家、ジョバンニ・ベッローリによると、キリストの警官は、カラバジョのパトロンであるヴィンチェンツォ・ジュスティニアーニのために、制作され、ジュスティニアーニのコレクションにあったことが存分に明かし、立てられる。そのコレクションにあったことにより、カラバジョがローマから逃亡した1606年、以前の時期に制作されたと考えられるが、ピーター・ロブは、 画家がナポリにいた1607年に制作されたとしている。本作はイエス・キリストの卓刑の前に権威を有していると主張するキリストをあざけるために、うばの冠がイエスの頭部に被せられようとしている様子が描いている。キリストのねじれた体は古代彫刻であるベルベデーレのトルソの影響を受けたものである。作品は出入り口にかけられるように、 扉上舞踊絵画として構想された。カラバジョのパトロンであるヴィンチェンツ・ジュスティニアーには知識人であり美術収集家でもあった。晩年には芸術についての論文を書き、12段階の芸術の到達度を作成した。ジュスティニアーには最高の到達度の段階にリアリズムと様式を最も完成度の高い方法で組み合わせることができる芸術家として、 カラバジョとアンニーバレカラッチの二人を認定した。キリストの警官はジュスティニアーニがそのような認定で意味していたことを表現している。ウバラのトゲをキリストの頭部に打ち付けている二人の拷問者の残酷さが鋭く観察された現実として描かれ、神の死を見届ける役人が乱感に退屈そうに身を持たせかけていることも現実として描かれている。 その間、キリストは忍耐強く本物の痛みに苦しんでいる。すべてが対照的で交差する水平線と対角線の古典的な構図のうちに描かれている。痛みと可逆趣味が作品の中心的主題となっている。ジョーン・ガッシュは二人の拷問者が棒の先でリズミカルにかつ可逆的に奪わなとげを打ちつけている方法について指摘している。ロブは 本作について、いかにして、痛みを与え、痛みを感じるか、そして時には、痛みと喜びがどれほど近いか、金色の光の差す午後にどれほど、感動的な苦しみがありうるかと述べている。ザ・クラウニング・ウィズ・ソーンズ・バイ・キャラバジオ。www.wga.of.2014 年11月1日閲覧。ドルネンクロナング・クリシティ。 クンストイストリシャスミュージアムウィーンハットザ・クラウニング・ウィズ・ソーンズグーグルアーツカルチャー2014年11月1日閲覧ありがとうございます